皆さんこんにちは、ペトでございます。横綱物語続きやっていきたいと思います。1101回目になりますね、名古屋場所本場所ですね。参りましょうか。番付はこんな感じ。さあ関脇け大関空いてますよ。コロマナさんがね意外と上上がったがちょっとびっくりしちゃいましたけどね。さあ参りましょう。小結びのグループがね、第3グループになっちゃったんでね。いきなりそうか、同門対決か。はい、行きましょう。その初っ端からの同門対決は倉間口さんと寺の内さんね。そういやねえ、今出川さん何色のマシンしたっけ、覚えてないな。あ、薄ブルーか。まあいいか。さあ勝ったのは、倉口さんでしたね。新町さん、初日の相手は坂東翔さん。返せない。さあじわじわと、お、戻していく。すごいすごいすごい、頑張る頑張る。突き出し、新町さんは黒星スタート。お次はコロモダナさんですね。南総龍さんが初日の相手になりますね。南総龍さんは結構強いよ。さあ袖でも頑張るコロモダナさん。突き出されてしまいましたね。いや、コロモダナさんも黒星スタート。さあそしていきなり飛んじゃいます。室町さん、バレーホーさんが初日のお相手となりますね。おー、一方的だ。そして突き出し、完勝。八条さん、玉小金さんが初日の相手。だからどっかでね、八条さんは一つ二つ落とすと負け越しピンチになってしまう感じかな。さあここは押し切りました。おつけで押し出し。十条さん、春日の相手は随格さん。オンブロマシさんを見てるみたいやね。タイプは違えど今日は釣りにこだわってるようですね。釣り出しました。まあ不調ですけどね、なんとか言ってほしいですね。九条さん、俊一の相手は不破の国さんですね。すくったー。追い込んでからのすくい投げ、力の差を見せつけたようなね一番でした。さあ北山さんですね、銀鱗さんが初日の相手。
じゃ。残ったこれだ。残った。押し倒し、ちょっと苦戦したイメージありましたけど、まあ北山さんも不調ですからね。さあ横綱はきっちり勝ってくれました。そしてプラス室町さんもね、初日から落とした人はいなさそうね。さあ十両はね散々でしたけどね、同門対決の倉持さんしか勝ってないっていうね。あ、ごめんなさい、玉ヶ岳さんと戸越新井さんが敗れてたのね、失礼しましたね。では2日目いきましょう。ちゃんと見てなかったねえ、それではいけませんよね。ちょっと反省します。あ、そうですね、倉間口さんと新町さん、コロモタンさんね、まあ大きいことは言わないけどちょこちょこっと負け越すぐらいがちょうどいいかもしれないね。はい、2日目の同門対決は倉間口さんと新町さん。ダメね、新町さんっていう名前をつけてからね、どうしてもあの一休さんに出てくる新右衛門さんが頭に思い浮かんでね、しょうがないんですよね。さあ押され気味だった倉持さん、盛り返したと見せて、また新町さんが追い込んだな。新町さん送り出しこらえた、もう一回行く、そして送り出し、倉持さんが2連勝。寺の内さんは坂東翔さんとですね、ここからまた2日目なんでパシュ、発症っていきますねパシュっていきますって言ってた、コロモナーさんは綾乃花さんと、花さんもね、まあ、後々上がってくるとは思うんだけどね、室町さんは荒日高さん、八条さんは随格さんですね、十条さんは玉子金さんで、九条さんが銀林さん、北山さんが不安の国さん。九条さんが今日は釣り出した形ですね。玉ヶ岳さん2連敗あとは勝ってんのか。コロモナさんが2連敗寺内さんは下手出し投げ決まってますね。室町さん以下が、小結び第3グループですよね。朝桜さんまでがね、玉ヶ岳さんがちょっと低空飛行のスタートとなってる感じか。はい、では、3日目ですね。だから大事なのは大関のメンバーにね優勝させないことですよね。優勝させるとさせてしまうと、まあ今はね横綱枠埋まってるから大丈夫なんですけどね、年末とかに勝たれるとやばい。はい、参りましょう。3日目は新町さんと寺の内さんの同門対決。黒回し同士になっちゃってるわ。ちゃんもうちょっと考えてこまなかね。さあ下手出しだけ勝ったのは寺内さん、新町さん3連敗、倉間口さんは坂東翔さんですね。黒間田さんは綾乃美さんとの一番。
室町さんはエマ錦さんですね。エマさんもだいぶ元気なくなってきましたね。八条さんは不安の国さんと、十条さんが銀林さん、九条さんは玉小金さん、北山さんが随格さん。お、大崎山さんと玉ヶ岳さんがね当たってたんですね。ここは玉ヶ岳さんがようやく初日出た感じ。春光師匠が敗れてるね。コロマナさん初日出ました。で、倉向さんもはたき込みで勝ってると。で、同門対決は寺の内さん。三役、まあ先場所ほどじゃないけど、ちょっと荒れ気配な感じですね。では4日目いきます。室町さんはだいぶ下と当たるね。また8連勝一番乗りかもしれない。寺の内さんは3連敗中の時司さんとですね。ああ、新町さんもごめんなさい。連打入ってた？倉間口さんが綾野花さん。で、コロモダナさんは今太鼓さんですね。連打入ってるつもりないんだけどね。で、室町さんは成田天山さんと3連勝同士の一番。八条さんは若日光さんですね。お相手一勝2敗。十条さんは高瀬川さん、こちらも相手1勝2敗で、九条さんが3連敗中の大崎山さん。大崎山さんもこの辺まで来るとダメやね。で、北山さんが赤木岳さん。照ノ花さん敗れた。真由志赤さんの寄り切り、寄り切り負けか、珍しいね。なんかわざわざね、けたぐりとか食らってるんだったらまだわかるんですけどね。さあ、まずは大関照ノ花さんに一つ土がつきましたね。で、衣川さんもけたぐり。寺ノ内さんが勝ちましたね。倉間口さん、新町さん4連敗か。4日目終了しました。上位陣は、素晴らしいですね。4連勝で、立ち風さん、陣内さん、阿蘇桜さんも4連勝。下位4連勝は、真由志赤さんがいた。そして、飛燕さん、絶好調。十両は、4連勝は、腰吹さん、土発天さんの2人か。コロモナーさんが2勝2敗。倉間口さん、寺内さんが3勝1敗。新町さんは4連敗というスタートですね。スタートじゃないな。4日目の時点ですね。では、5日目参りましょう。今日はね、ごめんなさい、眠いです、非常に遅かったんでね、仕事が。で、今日は、まあ、お休みで、お休みの日はね、おちびさんの登園を私が連れていくんですけどね、連れて行って今帰ってきてやっとるんですけどね。遅くてもね、ちびさんを送らないといけないんで、早起きしないといけないというね。辛くはないけどね、眠い。はい、5日目、4連敗同士、新町さんと時司さん。寺の内さんは綾波さんとですね、お相手は1勝3敗。さっきスコーンと飛んだね。倉口さんは南宗龍さん、お相手2勝2敗。南宗龍さんもすぐ帰ってくるね。こちら2勝2敗同士、衣田さんと北大星さん。室町さんは浜の富士さんですね。お相手1勝3敗。八条さんは高瀬川さんと1勝3敗が続く。十条さんは若日光さん。九条さんは4連敗中の赤木岳さん。で、北山さんはこちらも4連敗中、大崎山さんとですね。
マユシャカさん、立ち風さんには負けるんだ。横綱プラス室町さんがいいですね。5連勝。三役ちょっと落ち着いてきたかな。ヒエンさん5連勝か。すごいな。で、コロモダーさん、2連敗になると3連勝。倉口さんも勝ち先行。寺内さんもやね。新町さんは5連敗。5日目終了ですね。眞由志博さんが1個つついたのか。ね。5連勝メンバーから、全勝メンバーから外れてきましたね。ではまた6日目終わったら、全員見ましょう。その6日目に入ります。今日は外が騒がしい。なんか倉口さんは時司さんですね。お相手は1勝4敗。寺内さんは綾乃花さんがお相手。お相手は3勝2敗。新町さんは今日は南宗龍さんとですね、お相手2勝3敗。衣棚さんは陣馬さん。陣馬さん不調、1勝4敗。室町さんは5連敗中の日後嵐さん。八条さんはこちらも5連敗中、大崎山さん。十条さんは赤木岳さん、5連敗が続く。そして九条さんが1勝4敗、若日光さん。北山さんは高瀬川さん、高瀬川さんも1勝4敗。三役同士がないね。八条さん負けねえ。まあ、吉岡さんはちょっと関脇陣と当たって苦しんでる感じですね。連敗になってるね。春光師匠が今日は敗れました。室町さんははたき込みで勝ち。コロモナーさんは2連敗のあと4連勝。新町さん安定の負け。寺内さんは勝ったけど倉口さんが敗れた。6日目終了しました。11人素晴らしい6連勝。6連勝のメンバーは他は立川さん、陣来さん、麻生桜さん、そしてヒエンさんね。ヒエンさんもまた上がってくるかもしれない。5勝1敗もね、武神会さん頑張ってますね。上位で5勝1敗いないもんね。十両、全勝はなんと6日目の時点で消えちゃいましたね。5勝1敗が最高ですね。無限会さん、小柴吹さん、土発天さん、まあ小柴吹さん、土発天さんがね4連勝だったんですけどね。あと秀湊さん、寺内さんが5勝1敗。うん、5勝1敗めっちゃ多い。で、コロモダーさんが現在、倉口さんと4勝2敗、新町さんは6連敗という状態ですね。では、忙しくなる7日目入りましょう。まずは九条さん、大関の立風さんと、十条さんは陣来さんと、室町さん、なんと全勝同士、比縁さんと、寺内さんは秀湊さん。八条さんは玉ヶ岳さんですね。初っ端ちょっとつまずいてましたけど、そこから結構勝ちを拾ってきてるみたいですね。で、北山さんが照ノ花さんとの一番になる。5勝1敗同士になりました。寺内さんと秀湊さん。新町さんは二人風さん、お相手3勝3敗。倉口さんは石花さんとですね、お相手は1勝5敗。衣棚さんは荒羽黒さん、お相手3勝3敗。6連勝同士の一番、室町さんと元三役比縁さん。八条さん、関脇玉ヶ岳さんとの一番となります。お相手は現在4勝2敗。ただ八条さんは結構足技にやられるところがあるんで、甘く入らないことを祈りつつ追い込みました。
寄り切り、八条さん7連勝、勝ち越しまであと1つ。6連勝同士の1番、十条さんの相手は関脇陣内さん。残った、押し出しました。十条さんが7連勝、九条さん、今日は大関の立勝さんと、こちらも6連勝同士の一番。九条さんもねえ、落ちきる前にもう一回優勝したい。盛り返してきた立川さん、さあ再び行く。ここからが進まない。もう一回追い込む、そして突き出し、九条さん7連勝。さあ北山さんは大関の照ノ山さんとの一番、お相手は現在5勝1敗。甘い、差しが甘かった北山さん、ここで敗れる。照ノ山さんの勝ち。衣田さんはさすがに荒羽黒さん相手だと厳しい。倉本さん、あ、全員負けた今日は。終了。さあ7日目終了で、九条さん、八条さん、十条さん、室町さん、阿蘇桜さんの5名に全勝はねなりましたね。で、比叡さんもね、室町さん勝ちましたんで、1つ辻がついた状態ですね。玉ヶ岳さんは苦しい4勝3敗。春子賞も現在5勝2敗か。では前半戦ラスト8日目入ります。さあ九条さんは昨日北山さんを破った照ノ花さんと、十条さんは玉ヶ岳さんですね。三橋さんは下と当たる影朗さん、でも影朗さんは強い。八条さんが陣内さんとか、8連敗ありえるなこれね。新町さん、8連敗となってしまうんでしょうか。今日は相手が悪い6勝1敗の秀港さん。 CMO さんどうした。寄り切られてしまいました新町さん、8連敗。寺の内さんは二人風さんとですね、お相手は4勝3敗。ここからまたパスですね、4勝3敗同士、倉間口さんと豊光さん。衣棚さんは重量ヒット石狩さん、石狩さん苦しい2勝5敗。さあ8連勝がかかっております室町さん、今日は影朗さんですね、お相手は3勝4敗。寄り切りました室町さん8連勝、勝ち越し1番乗り。さあ2番乗りになるでしょうか。八条さんは6勝1敗関脇陣内さん、先場所かな、桁繰りで、おお小手投げ瞬殺、八条さんも8連勝。さあ十条さんも続けるか、4勝3敗関脇玉ヶ岳さんとの対決。ただし十条さん北山さんは今場所は不調、あまりよろしくないね。
さあしかしじわじわ追い込んだ。そして突き出し、十条さん勝ちました。十条さんも8連勝。さあラスト九条さんは、あ、北山さんがまだいるね、テロナハナさんとですね、九条さんもつなげられるか。8連勝の輪、懐かしいね今自分で言ってて恥ずかしくなってきた。すごい。さあ追い込んだぞ九条さん。九条さんはまあまあな調子ですからね。危ない、取ったり。さあ土俵際粘る大関、新大関照ノ花さん。もう一回行く。今度は突き出せた。九条さんも8連勝。そして北山さんは一つ土がついた状態で6勝1敗同士、大関の立川さんとの一番。さあここは勝って7勝目にしておきたい。結構ね、立川さん闇雲に上手投げ放ってきますよね。気持ちは分かんないけどね、好きあらばっていうね。なかなか差し替わんない。明らかに OK がいいのは立川さん。真ん中で止まる。巻き返して今度は押しに入った。そう、投げがね、あの不発でもその後ね寄っていけるときはこれはまずいときよね。ケタグリー、ここで出ました北山さん。春光師匠敗れました。東芝さんも敗れた。飛燕さん今場所強い。で、十両は倉間口さんだけが勝ちましたね。さあということで前半戦終了。結構かかりましたね。8連勝は5名変わらず、九条さん、八条さん、十条さん、諸町さん、麻生桜さん。7勝1敗で北山さん、そして飛燕さんね、もうちょい頑張ってた真由志赤さん5勝3敗までペースダウン。武神会さんも一つ、いや、負けが追加されて6勝2敗ですね。十両、トップは7勝1敗秀港さん、ただ1人になっちゃった。コロマダさん4勝4敗、倉口さんと寺野さんは5勝3敗、新橋さんはストレートでの負け越し8連敗と、8日目前半戦終了した時点での成績となっております。結構玉ヶ岳さんが負け込んでるよね。春光師匠もしかしたらね、まずい状態かもしれない。麻生桜さんは下と当たってたせいかね、すんなり勝ち越してますよね。まあまあまだまだね、2敗までは現状わかんないですからね。あとまあ潰し合いとかもね今後あるでしょうからね、まあ今場所もちょっと混沌としそうなね優勝戦線になりそうです。また後半戦もお楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。